湿度高いですね。めっちゃ蒸し暑い。ベタベタし、池とか池バンカーが結構多くて、でグリーンが小さい、結構小さいのでパーオン率とか結構大事かなと思います、まあ、外してもいい場所、インポジションとアウトポジションのアドバイスだったりとか、ロングホールでどういうシチュエーションの時に2オン狙って、どういう時にレイアップするのかだったりとか、そういうアドバイスをしてもらいました。優勝目指して頑張ります。パー5とかで、そのセカンドの時にグリーンを狙うか狙わないか、いつもなら練習ラウンドとかで、まあ、2オンとかいけるところがあったら、なんとなく狙って、なんとなくの結果で終わっちゃうんですけど、ここは100ヤード地点に落とすか、グリーンを狙うか、こうちゃんと判断した方がいいみたいな、その明確な基準を教えてもらうことが多くて、そのホールごとに。それがその今まであんまりそう言ってくれる人が、目標を明確にしてくれる人がいなかったり、自分でもそう考えたことがなかったので、すごいいい経験になりました。この試合に向けて結構準備はしてきたので、その準備を活かせるように頑張りたいです。自分のベストを尽くしてチームに貢献できたらいいなって思います。そうですね、今日結構グリーン周り練習して、まあ、いろんな打ち方とかも試して対策はできたと思います。宮崎合宿の時に、まあ、転がしのアプローチとか結構やって、それを実践していきたいなと思います。個人でも上位目指して、団体で優勝できるように頑張りたいです。The preparation's been good. We got in here on Saturday night, so we had a good rest that night. We played yesterday in carts, which was good because it's been quite hot. And then today we had another look around the golf course and confirmed all our lines off the tee. So yeah, course is good. It's good to go. We're good to go. So my feelings about the Queen's Circuit, it's a fantastic opportunity for us to get the teams travelling again after 2 years of pretty much no travel. So it feels good to have a team out again with new players that haven't travelled before. So yeah, it's exciting. It's an exciting event. Anytime we get to take the team away and learn more about the players, it's good. So yeah, I'm looking forward to the week.